強風の影響でビルの屋上にある看板が根元から倒れてしまっています。大型で強い台風14号は福岡県の上空を北上して午前中に九州を通過するとみられています。 JNN のまとめによりますと、この台風の影響で九州7県では確認できているだけで61人がけがをしています。各地で道路沿いの木が倒れたり電柱が折れたりする被害も相次いでいます。九州電力によりますと、午前8時の時点で九州7県でおよそ30万軒が停電しているということです。公共交通機関の乱れも続いています。山陽新幹線は広島博多間で今日始発から終日運転を見合わせます。新大阪広島間も午後2時ごろから順次運転を見合わせる予定です。 JR 九州の九州新幹線と在来線は今日始発から終日運転を見合わせます。また九州道や長崎道など九州地区の高速道路はすべて通行止めとなっています。